皆さんこんばんは。ですね、今日は9月12日木曜日ですね。花金の前の日ですよ。今日はですね、ちょっとビールをね、久々にね飲んで、久々って昨日も1本飲みましたか、缶ビールですけどね。ちょっとここのとこ暑いですからね、なんか暑さが戻ってきた感じですね。ちょっとなんかホコリとか映っちゃうとかっこ悪いんですけど、まあこうやってね、キッチンクロスってやつでですね、拭いてるんですけどね、なかなかねホコリが取れないですね。今日はね、アサヒスーパードライですね。有名なおいしんぼでですね、ボコボコに叩かれたことがある、アサヒのスーパードライですか。ボコボコに叩かれたのはあれ、アサヒスーパードライに限らず、エビスビール以外全部でしたっけ。なんか知らないけど、特に叩かれたのがアサヒスーパードライだった記憶があるんですけど、これなんかまあ知ってる人ね、漫画に詳しい人ね、違っていた訂正のね、メールなりなんかツイートなりなんかメッセージなのをいろいろ私の方に送っていただきたいんですけど、まあこれですね、近くの平和堂で買ってきましてね、うどんとかいろいろ変わってるんですけど、あまり個人情報見えるといけないな。スーパードライね、これね、ブラック、350ml 入りで198円だったんですよ。ちょっとピンポケして見えないと思うんですけどね。スーパードライ、これなんかとうとう黒ビール、まあちょっと流行ってるのかな、黒ビールが結構ね店頭並んでるんですけどね。で、まあ叩かれていたね、スーパードライのブラックが出たということなんで、正しい名前がスーパードライドライブブラックっていう名前なんですかね。この通りね、生ビールですね、ジャンル的に。それからアルコール分が 5.5% なんですよ。ね、原材料、麦芽エキス、ホップ、米、コーンスターチですね。製造者、東京都墨田区、吾妻橋っていうんかな、吾妻、1-23-1、アサヒビール株式会社ですね。早速開けてみましょう。私もね、スーパードライってなんか辛口でなんか褒められている反面、嫌いな人いるじゃないですか。私もその一人で、なんかスーパードライでビールっぽくないで好きじゃないですね。なんか麦の味がしねえよとか、まあそんなことで結構叩いてる側なんですけど、これを初めて飲んでみますね。本当はグラスがあればいいんですけど、今住んでるところにね、恥ずかしい話、グラスがないんですよ。ガラスでできた、ガラスでできたグラスっておかしい、ガラスでできたコップですね。グラスっていうとコップでできた、コップでできてた、ガラスでできた器ですよね。はい、次飲んでみましょう。飲んでみました。色がついてますね、やっぱり黒いですね。飲みやすいですね。飲みやすいし、なんか黒ビール独特の風味がついてますよね。これ結構ね名作じゃないかなと思うんですけどね。昨日もキリンの黒ビールスタウトというやつ飲んだんですけど、どっちがうまいかな。でもこっちの方がなんか味がシャープな感じがしますね。あんまり飲める方じゃないんですけど、喉が渇いてる状態だったら 2,3 本キューッといけそうな雰囲気ですね。これなんか食事にもいいかもしれないね。食べ物の味を邪魔するような感じがしないんですよ。スーパードライと一緒に唐揚げ食う人とかなんか軽蔑してたんですけどね、これなら結構合うような気がしますね。
っちゃいそうですけど、ね、飲酒が20歳になってから、うん、こういう味ですね。これ俺が結構ね、今あんまりどうなんですか、テレビあんまり見ないんですけど、これテレビでやってるんですかね。結構ね、割といろんな秋になったりすると秋限定のビールとかなんか変なの出て、まあ泡のように消えていくじゃないですか。ウゴのタケノコのように出てきてさ、まあこれ限定ビールじゃないんですけど、これやっぱねえ、これから定着していくんじゃないかなっていうビールですね。9月で結構暑さが引いてきたとはいえ、まだ暑いですからね。これ飲んでね、涼むっていうのもね、なかなかいいんじゃないですかね。まあ、そうそうそう、今バレンティン選手が55号打ってる、打ったところなんですよ。これ今放送してるところね、これ皆さんが見る頃にはね、56号まで行ってるか、あるいは60号、まあ無理だと思うけど70号まで行ってるんかなとか思ったりしますね。あれね、毎回おかしいじゃないですか。なんか55号に近くなるとなんかね、特になんかホームランバッターって、まあ中村典選手とか中村典弘選手とか松井選手とかいますけど、まあ一般的に外国の選手が多いじゃないですか。その選手になんかね、王さんの記録、王さんだってあのね、台湾人というか中華民国というか、そんな国籍本当はないんかな、なんか台湾って本当は国じゃないですよね。まあ、国籍的にはあれなんだろう、中華人民共和国になるんですかね。まあ中華民国、まああの人だってなんか台湾系の人じゃないですか。そんなになんか日本人の記録が塗り替えられるとか、日本の偉大な記録が塗り替えられるとか、なんかそんなこと言われて、なんかね、55号にね近づくとなんか外国の選手の敬遠が増えるとか、まあ言われてますね。逆にあの松井選手がなんか50号最後のね、日本球界の最後として打ってるじゃないですか。あの時は逆になんか話だと、逆に王さんの記録にを超えてもらいたくなってるらしくて、なんか逆に打たせたっていう説がありますけどね。それはあれはちょっとおかしいんじゃないかなと、ね、まあ、あれはなんだろう、東京ドームなんか意外と球が伸びるとか言いますけど、まあどうでしょうね。あれ松井選手の実力だと思うんですよ。あれ松井選手ってやっぱなんかいろいろな WBC に出ないとかいろいろ叩かれたんですけど、私もその辺あれなんか気に食わなかったんですけど、やっぱり偉大な選手であることには間違いないですよね。うん、どうかなと思って、なんかね、あれはでも松井選手が50号打ったのはあれ実力ですよ。あれ本当に、まあね、バレンティン選手ね、ぜひとも56号と言わずにね、60号まで打ってほしいですね。今まで本当にね、あれ王さんの記録ね塗り替えさせられないために、なんかいろいろ敬遠とか悪いことやっていったじゃないですか。日本人はなんか個人の圧力なのか知らないですけど、なんか日本野球機構、プロ野球機構とかなんか、まあいろいろなんかああいうね、巨人ファンの圧力かなんか知らないですけどね、あるいはなんか台湾の方の圧力なのかな、なんか妙な圧力で今までなんか55号に近づくと敬遠しまくりみたいな感じじゃないですか。でもあの記録ってもうローズとカブレラがね、2人並んでるんですよ、あれ55号で。王さん、ローズさん、
カブレラさん、なんか3つけてるんだけど、おカブレラ、ローズ、まあこの3人の選手が並んでる時代でそんなに価値あるかなと思うんですけどね。もうこの2人も並ばれてる選手がいるんだったらそんなに価値ねえじゃんって思うんですけど、なんであれ固くなるに守ろうとしてるんですかね。あれね、日本人の選手で53号ぐらいになったら、あれなんか八百長じゃないんですけど、わざとね打ちやすくしてホームランの数稼いじゃうとか、そういう現象が出るんかな。まあ、松井選手は50号だったんですけど ね、あれなんか毎回見るでも気に食わないんですよ本当に。ぜひともね超えてほしいですね。という前にですね、ビールがなくなってきましたよ。これはなんかいつもねスーパードライブ叩く側だったんですよね。うまいですねこれね。うまいからこれ皆さんにも飲んでほしいですね。朝日のものじゃないですけど、柔らかさで言うと昨日飲んだキリンのあのスタウトっていう黒ビールね、あっちの方がいいんですけど、スカッと飲みたいときはこれシャープさがね際立ってますからね。このアサヒのスーパードライのねブラック飲んだ方がいいんじゃないですかね。まあね王さんのね悪口だのはねいろいろ言ったんですけど、まあこんな感じですよ本当に。バレンティン選手頑張れよ本当にな、頑張ってください。放送はこの辺で終わります。12分もありましたね。はい。